まあ、とチームとして、まあ、よりこう早い攻撃をまず心がけようとしてたんで、まあ、前回の試合同様こう入ったら縦に奪ったら縦に早い攻撃をしたりとか、まあ、あんまり手数かけずにワンタッチツータッチで、まあ、相手のゴールに迫っていくっていうことはこう狙い通りにできたんじゃないかなと思うんですけど、まあすごくあの選手が動くんでスペースが空いて、まあ、そこに宇佐美がドリブル突破して、まあ、最後自分にスルーパス出す形だったんですけど、まあコースは甘かったんで止められたかなと思ったんですけど、まあ、本当に、まあ、運が良かったなって、まあ、自分的にはもうちょっとやっぱり正確にあのゴールに打ち上げるっていうことがやっぱり自分には必要かなと思いました。まあまだこう始まったばっかりで自分たちが目指すものっていうのは、まあ、どういうものかっていうよりは自分たちがまず最低限世界で戦うのにやるべきことが、まあ、今明確になってるんで、まあ、そういう部分で、まあ、縦に速い攻撃だったりとか、まあ、奪った後のカウンターとか、まあ、チームとしてブロックで守備をするところとか、そういう部分で90分間集中して、まあ、次の試合も戦い抜くことが一番大事なことかなと思うし、まあ、そういうスタンダードの世界で戦うためのスタンダードの部分ができれば次はもっと自分たちの良さを出せると思うので、まずはやっぱり今言い続けていることを次の試合で90分出せるようにしたいと思います。